はい、えー、どうも、吉谷です。えー、1月2日ですね。2018年も、もう2日が終わろうとしております。いきます。はいえー、やばすぎる仮面ブックメーカー投資の検証。はい、お疲れ様です。3級ベッド結果多くです。今回は4ベッドで2438円のプラスでした。利益利率が22.4%です。で、本日お客様からコメントをいただきましたらシェアします。はじめまして、いつも検証動画を見ています。 ありがとうございます。楽しみにしているということでありがとうございます。自分もブックメーカーを始めたいと思っていますが、もう少し金額が大きく勝てませんか勝てるなら始めたいと思いますとのこと。仮面の見解。シーズンオフ中の動画で話してたおりましたが、結果の金額ではないということを強くご理解いただけるかと思います。例えば30%取れたのは10万円の30%は3万円です。もし仮に10万円を30日間で30%で果実数が90万円になります。ここが大切なんです。金額よりも 利率です。ここに気がつけばすぐに始めるべきだとわかると思います。結果の金額イコール投資金額かける利率これだけです。単純にこれです。これ以上でもこれ以下でもありません。では吉谷さんの見解をどうぞ。僕の見解を求められましたね。僕の見解はだいぶ辛口なんですけどね。その辛口の見解行く前にちょっと行きましょうか。 えー、今回は3900円、4680円、3900円、4458円、3900円、4458円、3250円、3092円と、542円、558円。なんかもうワンコイン取りまくってますね。はい。ということで、プラス2438円ということですね。プラス2438円という結果です。とか、4千0 0章ですね。はい。で、まあ、この動画見ていただいている方からですね、 2448円、38ちょっと少ねえなと。これなんとかなんでのかと <laughs>。いうことでもうちょっとこれなんかもっと勝てないのみたいなことでまあいただいてると思うんですけど、僕からするとブックメーカーはやめた方がいいですね。うん。すいません。申し訳ないですけど、やめた方がいいと思います。要はなんでかっていうとここ、ここの意見っていうのは、要は金じゃないですか。もう少し大きく勝てませんかと。 ということは、なんだろう。うん。勝つという、勝つ、勝、勝つより金じゃないですか。勝つより金ですよね。要は、ブックメーカーのこの検証って、まあ、その、まあ、利率だったりもそうなんですけど、まあ、どうあがいても勝ってるじゃないですか。仮面さんのやつ。どうあがいても勝ってますよね。で、あとはどれだけのベットする、自分がベットする、金額をベットするかだけなんですよね。例えば今、 三万じゃこれ三十九万でベットしたらって話じゃないですか三十九万円でベットしたらこれ七万八千円一発で話だけなんでただそれだけなんですねただ少ない金額でベットするんであるならばあのまあこれぐらいですよって話ですねうん 39万円ぶち込めば七万、一発で7万8千円ですね。ただそれだけなんですけど、ただこの、勝つより金になっちゃうと、どういう現象が起こるかっていうと、結局僕も、ブックメーカー以外にもいろんな投資、なんだ、これまでいろんな教材扱ってきたし、あとお客さんも見てきたんですけど、まあまあ、投資っていう考え方ですよね。投資という考え方。 なんかこれがまあ、お金にな、お金まあお金が儲かるからやりたいっていうことはまあしょうがないことなんですけど、これが出ちゃうとなぜダメかっていうと、単純にルールは守れないですね。欲望に勝てないです。勝てない。だから、えルール、ルール通りにできない。結果、負けるで、結果、失うと。まあ結局ね、金は大事なんですけど、 こここ行っちゃうとマジで負けます。これはもういろんな人見てきてましたし、うん、いろんな人見てきたし結局もうこれなんですよだからあの勝てる投資家さんとかも僕かもうガチで勝ってる投資家さんとかにも,もう会ってきて一緒にビジネスしてきたんですけど最初やっぱもう最初やっぱ金で入るんですよで金で入りのまあ FX とかね まあその金が儲かるぞみたいに入ってきてでえちょっと買ってうまみを燃やしてで,でそれでな一気に資金衝動するんですよで結果負けるんですよ結果失うんですよで失ってあこれあかんなとこれあかんぞとこれやべえなとこれなんとかなんないかってとこでそこから真剣にルールっていうところを確立してそれを徹底的にやるっていうところをできた人だけが勝てる投資家になってます。 これも8割9割ほとんどそうですね。勝ってる投資家さんほとんど一回痛い目見てるんですよで。最初金で入って、まあもちろんそうですよね。金が稼げるから入るわけなんですけど、それで痛い目あって、一回資金ショートした上で、そこから自分で、えー、なんだ、手法とかルールっていうのを確立して、投資、勝てる投資家になります。っていうプロセスが間違いなります。間違いなくある。まあこれは成功してる人も必ずなんか失敗してるんですよ。 だからまあ、成長するプロセスでしょうがないかなっていうところなんですけど、でも、結果負ける、結果失うんで、失うじゃないですか。その後じゃできるのかっていうところなんですよね。別にこれで入ってもらってもいいんですよ。お金、お金で入ってもらってもいいんですけど、絶対これになります。絶対、まあ、9割9分ですね。僕が見てきた中で。まあ、仮面さんもこれやってますから、負けてたりとか、失ってとか、多分、前の動画なかったと思いますけど。 まあ欲望に勝てないんで、だから僕はもうずっとそれを見続けてきたんで、僕が365ベッドやるんだったらもう、まあ僕がやる理由は情報コンテンツのネタで使うだけなんで、これでどうとかは思ってないんですけど、うん、まあ淡々とやるだけですね。淡々とやるだけで。で、あとはエンタメ性を入れるために、なんかちょっと大きい金額ぶち込んで、ヒヤヒヤみたいなのやるかもしれないですけど、うん。 まあ本当ねこれで来るともう負けちゃいますね失います失ってもいいんだったら金で来ていいと思いますよ失ってもいいんだったらあのー、なんだ大きく勝つっていうね大きく勝つもの大きく儲かるもの一瞬で儲かるもの一瞬で儲かるものだったり楽して簡単に儲かるものだったりとかまあそういうのに手を出すしちゃいますよねでその結果どうなのかっていう そういう情報にありふれた、その結果どうだったのかっていうところですよね。まあ世の中にあるじゃないですか。じゃあ結論、呪珠をつけるだけで億万長者ってありません <laughs> めっちゃ楽じゃないですか。呪珠をつけるだけで億万長者ありますよね。まあ最強に簡単だと思いますけど、呪珠をつけるだけで億万長者。うん。これ金額じゃないんですよ。要は大切なことはこ投資、 としててやってるわけですから安定的にどうやって自分の資産を増やしていくかそのためにはできるだけリスクをなく上げていくっていうことなんですよ。投資なんていうのは別にその例えば掛け金に対してのあれじゃないですか FX とかもみんな夢見てこうやるんですけどレバーかけられるだけですよね少資金で何で大きくもらえるかっていうとレバーかけられるだけじゃないですかだけどそれやってたら危険ですよね。 だから一番いいのは少ないリスクで着実に取っていくっていうこれがもう僕は、まあ、鉄板だと思います少ないリスクで確実に利益を積み上げていく損傷利大だったかなすいません損傷利大だったかな損傷利大かな損傷利大って言葉かな損傷損傷利大 これかなあ、これですね。損傷理大について語る男っていうブログ出てきましたね。面白い。損傷理大で。うん。この人なんか頑張って書いてるな。損傷理大ですかね。まあ、利益、あの、 できるだけ損を少なくして利益を上げていくっていうことですよね。うん。損傷利大損を小さくして利益を大きくしろと、はい。損を小さくして利益を大きくしろ。損傷利大ですね。はい、多分ね、多くの人はこの考え方ができないんじゃないかなと。まあ、そのやる理由っていうのが、うん。まあ、一攫千金ですからね、ほとんど。まあ、借金を一発で返金したりとか。 でもそのそ、そういうの、なんだろうな。うん。それが、結局、その、また、借金を招いてしまったりとか、その感情がですね。結局、ここなんですよ、本当に。だから僕はね、仮面さんのこれ、一番いいと思うんですけどね。やっぱもう、これ1万以下ぐらい、僕も絶対やるときはだいたい1万以下で、僕も今年落ち着いたらやりますけど、1万以下でずっとやって、えー、利益を積み上げていくっていう。 要は、少ない金額でベットすれば、だって、これが、ね、まあ、今、今回、ずっと検証していますけど、ほとんど買ってるわけじゃないですか。じゃあ、仮にこれ、負けたとしても、3900円の、え、損ですよね。3900円確かに、あのー、利益はこの、この短編を見たら少ないですよ、利益は。まあ、まあ利、利益率だったら高いですけど、利率だったら高いですけど。ただ、まあ、これで、じゃあ、なんだ。 うーん損、単純じゃないですか。損を小さくして、あとは利益を大きくさしていくためには、この回数を増やせばいいだけなんで、損を小さくできるだけする。で、じゃあ回数を増やしていけばいいだけですよね。そしたら。そしたら、できるだけ損は、なんかそれで、ワンベッド3900円負けたとしても、損は小さいと。で、それで、まあ、しっかりと勝ち続けられるルールに従って、できるだけベッド数を大きくすれば、えー、かえー 利益はでかくなってきますよね、うん、だ単純で別途の金額をでかくするか別途の金額をでかくするか別途の金額を少なくして回数を減らあの増やすかっていうところじゃないですか。じゃあ損傷利大の考え方でもし言うならば少ない、えー、損少ないリスクで、えー、勝てる。 間違いなく勝てる。間違いないっていうのはあれかもしれないですけど、勝てる手法にのっとって回数を増やしていった方がよくないですかというところですね、うん。はい。ということで、僕の辛口見解の方を言わせていただきました。はい。まあ、絶対負けますよ。本当に絶対でも絶対はないかもしれないですけど、俺は大丈夫だっていうね、あるかもしれないですけど、僕10年いろんな人見てきたし、勝ってる投資家さん、ガチで勝ってる投資家さんを見てきましたけど、 勝ってる投資家さんでさえ一回これ言ってますから、ほとんど。負ける、失ってますから。で、そこから、うん、気づくみたいな人、状態ですよね。でも、一般の人は、もうその、うわ、もう全財産失ったそこからはまた再起できないですよ、普通の人は。うん。でも、再起しても、もう死ぬほど勉強するんですよね、そこから。すごい人っていうのは。うわ、これ絶対あかんみたいな。もうそこから死ぬ気で勉強するみたいな。 う鬼の勉強ですねそこから始まるんですけどうん人間っつうのは欲望の塊なんで欲望には勝てないですっていうことを人間の性質っていうのは理解した,した上でも、えー、向き合った方がいいいかなと思います僕も欲があるので僕もこれをし僕ももうこのいろんな人を見てきたりとかいろいろ経験してなかったら多分欲望に勝てないんですよ で多分今やっても欲望に勝てないなっていう部分もあるので、まあ、しっかりと頭の中にちょっとぶち込む。こういうことをぶち込んだ上でやるんだったらやるっていうところですよね。うん、ただ僕はまあび、情報発信をしてビジネスをしていくっていうのはコアな部分なんで、別にそのブックメーカーだけで稼ぐっていうことは全くて面倒に置いてないですから、うん。だからまあ考え方としては銀行に預けるより利率いいんじゃねみたいな感じでやった方がいいと思いますけどね。だって、 銀行の利率22.4%も100%は無理じゃないですか。うん。だから僕は一番ベストはですよ。一番ベストは僕はいつも教えてますけど、一番ベストはやっぱこれなんですよ。0円から、からお金を生み出す、稼げるスキルをつけること。もうこれに鉄則ですね。0円からお金を生み出して、そのお金を レバレッジをかけてこういう投資に回したりしてか万が一そ負けたとしてもゼロ円から生み出しているので全くリスクがないとだからこれがね僕はね一番いいと思うんですけどねただみんなめんどくさいって言ってやんないんであれですけどゼロ円からお金を稼げるスキルが最強だと思いますよ全く手出しゼロでそこからお金を生み出せるスキルがあった方がうんいいと思うんですけどねただ、まあ、みんなめんどくさいとかやんないんであれなんですけど はいということで僕の見解の方を言わせていただきました。また明日ですね、鷲津見解もまた僕,僕に対しての見解 <laughs> あるかもしれないですけど、はいまああの。この動画見ていただきありがとうございます。はいまあ、こんな、えー、ただ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 ,ただあのひたすら結果報告していくだけなんですけど、まあ、今年もですね、鷲津さんはずっと、まあ、結果を送ってくれるということなので僕も動画作っていきますけど まあ本当にブックメーカーに関しては勝てるかも、勝つか負けるかっていうところなんですけど要はそこに気になるわけじゃないですかでそこが気になって見ていただいてるとは思うんですけど、まあ、その見ていただいてる中のコンテンツの中で、まあ、伝えていかないといけない部分を、まあ、鷲津さんと僕の方で伝えていきたいなと思いますでここの考え方変えないと多分本当に痛い目合いますんでまあ失ってもいいよっていうことだったらいいんですけど負けてもいいよと それは自己責任ですから、基本。基本投資は自己責任なんで、誰かのせいでもなく。うん、ただ、この動画作ってるのは、世の中にブックメーカーって勝てますっつって、うさんくさいのがいっぱいあるんで,で、やってないで売ってる人もいるんですよね。ブックメーカー全くやってないのに売ってるっていう人もいてるんですよ。もう一度言いますね。ブックメーカーやってないのに売ってる人いますからね。やってないんかいみたいな。なから、鷲津さんはね、やってるんで、そのやった結果を常に報告して、うん で、他の人と見せ方は違う。何千万稼げますよとか、何億稼げますよっていう見せ方は一切しません。もう本当に、もう、なんだ。誰もができる金額で着実に銀行より良くねみたいな。これだけ,かけ勝てて、で、えー、ベッド金額もこれぐらいですと。リスクもそう少ないと。それで銀行に預けるよりどっちがいいですかと。敵は銀行ですね。敵は銀行です。日本銀行。 銀行に預けるより良くないみたいな、うん。どっちを選びますかっていう。まあそんな感じで僕は打ち出していきたいですよね。なんか、まあ今度、えー、今年のいつか分かんないですけど、まあ,あの商品の方を販売していきますけど、銀行とどっちがいいですかみたいな。そんな感じで打ち出し方でやっていこうかなと思いますけど、うん。はい。ということでちょっと長くなりましたけど、僕の見解を得らせていただきました。ありがとうございます。